ツールドスイスは、スイスで行われる自転車ロードレースのステージレース。最高カテゴリーの UCI ワールドツアーに属する。1933年に開始された歴史あるサイクルロードレースの一つ。このレースは、毎年6月に開催され、コースレイアウトも平坦コース、山岳コース、個人タイムトライアルとステージレースの要素がすべて織り込まれており。 年間シリーズ戦として実施されていたチャレンジ、デスグランジコロンボでは、1949年より対象レースとされた。加えて、グランツール最後発レースのブエルタはエスパーニャよりも開始年が早く、さらにブエルタは、黎明期、国内の正常不安等により、定期的に開催できなかったため、1958年になって、ようやく同シリーズ戦の対象レースとなった。 この背景により、1950年代までは、ブエルタよりも相対的なステータスが高かったという見方もできる。このような歴史から、ステージレースの中では、グランツールに次ぐ格式を持ち、第4のグランツールと呼ばれることもある。同時期に開催されるクリテリウムデュドフィネと共に、このレースの後開催されるツールドフランスの前哨戦とも言われ、 同レースに出場するチームは、どちらかのレース、または両レースに有力選手を出場させる傾向が続いている。近年の歴代優勝者には、ランス・アームストロング、ヤングルリヒ・トーツールド・フランス優勝者を排出している。2009年の開催以降、3年連続で最終ステージの個人タイムトライアル終了後に、総合主位者が入れ替わるという事例が起こった。日本では、 J スポーツにて放送されていた。2006年までは1日遅れで2時間の編集版で放送されていたが2007年から2014年は生放送となった。2015年以降は放送されていなかったが2018年、2019年はダゾーンによる生中継動画配信が行われた。2021年は GCN による生中継動画配信が行われている。 ありがとうございます。